点はあるんかな。光がすすきの行っていきます。すすきのに繰り出します。本当だ。あ、ちょうどいいじゃん。っていうこれやってた。見えるよ、ニッカー。あ、本当だ。うん、今はいい感じ。すすきののところで観覧車になっています。はい、あちらが先ほど見た、撮ってんのかな。はい。今一番上だよ、これ今。あ、見て、あれがあの時計台電波塔。怖い、マジで怖い。見て、これも上かな。いや、いっちゃう。こっち行くわ。はい、今やっとお店に入ることができました。何件断られましたっけ。めっちゃこと3件ぐらい断られて。永遠に断り続けて、やっと来ることができました。ジンギスカンのお店なんていうとこだったっけ。僕ストーリーツベイト。あ、どうしようこれ。うん、何これ。うん、豆腐が美味しいお店はね、信用できる。美味しい。うん、美味しい。うん、見て、目がついてる。ついてるか。
かるから。めっちゃ来てるよこれ。車が？うん。寒い。寒すぎる。じゃああっちに行きましょうか。え、見てこれ車埋まってる。見て。車が埋まってる。これやばいね。今は日課ミュージアム。おお！危な。まで歩いてる途中です。すごいこういう些細なさ、見て。このなんかさ、木屋根の上に触る。おお危な。これはちょっと。やばいかもしれないこと、うん、ちょっと待って。そう。こっち飲んでみる。うん。じゃあちょっとレビューを。これは何ですか。10年ものの。うん。夜市の方かな。飲んでみる。はい。ヨイチ、一応でも生産終了してしまいましたが。結構風味は、香りがすごいいいですね。うん、ドアをご利用いただけます。運賃切符は整
て簡単にご紹介をしていきます。小樽には現在約11万人の人々が暮らしています。今から約150年前、小樽は西魚という魚の漁で集落が形成されました。ここら辺はもともと砂浜の海岸で、なんと手づかみで取れるほど大量のニシンで溢れていたんです。ニシンの漁で経済の基盤を作った小樽は、その後北海道開拓の拠点として鉄道や港とともに発展します。まずは石炭を運ぶために鉄道が開通されます。小樽は北海道で一番最初に鉄道が開通された街です。でその後に港をご紹介していきます。まずね、左側の白いライトに照らされた白いお船2隻からです。これが海上保安の船です。名前の通り海の安全を守っている船です。海の安全の中に密漁とかも含まれてます。北海道小樽なんですけれども、夏海水浴場にウニがいたり、またですね、川に鮭が秋は登ってるので、はい、ここでも流します。前から大きな音するのでご注意ください。っていうのを確認した上で、ほとんどの店が閉店6、7時前に変わる。それでも僕はやっと入ることができたので、今からお寿司を食べたいと思います。ズームボタンで操作するよ。ズームボタンを押して自由に調整してね。